悪魔の宝飾は、小説家の森村聖一が、日本共産党機関士の赤旗の記者で、日本共産党員の下里正樹との共同取材に、基づいて、関東軍七百三十一部隊を国旗買った、ノンフィクション作品である。第一部は1 9 8一年に、新聞赤旗日刊上版に、第二部は1 9 8二年に、新聞赤旗日曜版に連載され、 二冊は公文社から単行本として刊行された。しかし、無関係の写真が掲載されていたことで、旧版は絶版処分されて、改編されて、再出版されている。第三部は1983年に、角川書店の角川ノベルズから単行本として刊行された。1981年の5月に、常石圭慶一が海なり社から、消えた。 最近戦部隊を観光していたが、有名出版社から推理作家として名が知れていた森村の名前で出た本庁以降、731部隊に関する賛否様々な視点からの著作が発表されることとなる。本庁をもとにした混性合唱組曲、劇も作られ、この劇をもとに中国では映画が制作された。単に悪魔の宝飾と呼ぶ場合は、 1> 第1部を指す。続編である、続、悪魔の宝飾は、第2部を指す。第1部と、第2部は最初、公文社から出版された。その後、角川文庫に収録された第1部と、第2部は、公文社版から改定されているので、審判と呼ばれる。第3部は、悪魔の宝飾第3部として、最初、角川のベルズとして出版され、その後、 角川文庫に収録された。悪魔の宝飾、ノートはノートと略記する。ノーモア悪魔の宝飾はノーモアと略記する。元隊員であったという人物から提供されたとする写真を新発見のものとして第2部の単行本に収録したところ、その一部が別の20世紀初頭の満州におけるペスト流行の時の写真であることが判明した。 森村自身も提供写真への混入として写真に偽物が含まれていたことを認めている。この問題により公文社版は続刊を含むすべての版が回収され絶版となった。その結果、森村 1983C 第3部と森村 1983A 第1部、森村1983ビット第2部の改訂版が 問題の写真を削除した上で、角川書店より新たに出版されることとなった。2014年時点では角川から電子書籍版も販売されている。以下の根拠などから悪魔の宝飾の信憑性に疑いを持つ見方がある。畑た彦,彦は731部隊による細菌戦研究や人体実験を認めつつも、悪魔の宝飾を小説と ノンフィクションがごちゃ混ぜになった作品と評している。中川康弘はノンフィクション作品ではなく、プロパガンダ小説であると批判している。著者の森村誠一は、偽写真問題について、元隊員から提供された第二部に使用した写真の中に731部隊とは関係ないイメージ43年から翌年にかけて、 中国東北部に流行したペストの惨上の写真が混入されていた。提供者は本物の資料と混ぜて提供したので、心眼見分けられなかったのであると釈明し、ご用はしたが、内容は真実である、捏造ではありません。すでに多数の読者及び学者、研究者、作家等を、また多数の現地中国人たちによって確認、証明されていますと反論した。また、 作品や自身に対する批判について、悪魔の宝飾発刊後、34年後の今日に至っても、インターネット上に、悪魔の宝飾は、贋作、模倣であるという書き込みが載っている。ネットの書き込みには、署名がない。署名がない人間の言動や非難は、自分の言ったこと、言ったこと、書いたこと、他人の非難、抽象、妨害などについて、 一切責任を持たないということである。脅迫状の大半も匿名であったと主張した。しかし自らの著書の証言者もほとんどが匿名である。さらに、本書刊行後に右翼の外戦者から集団攻撃を受け、最大音量の核兵器で国族売国奴、非国民、日本から出て行けと罵声を浴びせられ、嫌がらせ電話や窓への投石を受けたほか、 仕事場の玄関の扉に赤いペンキをぶちまけられ、抗議文や脅迫状を山のように送りつけられたとして、ペンの暴力団、背筋主義者、悪魔などと匿名の投書で誹謗されたのをウェブサイトで紹介し、あなたのように匿名で他人を中傷する人が、ペンの暴力団です。匿名、住所を取得する人は、他人を中傷、攻撃するだけで、自分の言動、その結果等に責任を負いません。 責任を負わない人は卑怯ですと主張した。神戸市役所センター合唱団の移植により、作者の森村誠一自身が、原始、池部新一郎が、編士と作曲を担当した、混声合唱組曲、悪魔の宝飾が制作され、1984年に、初演をしている。以下、発表された順に配置する。ありがとうございます。